宅って住んでからが非常に大事で、僕は家族が心身ともに健康で豊かに暮らせる、気の温かさ、心が豊かになるような空間づくりをしていると、そこのところを目標に作ってます。家っていうのを作るのがお客さんの目的ではないと、やっぱりそこに住んで10年後20年後30年後その人生の幸せの過程っていうのを私たちはこう地元の工務店として、見守っていける、そういうふうな立場で、一生おりたいなと。満足と感動をどうしてお客さんに持ってもらうか、その中でやっぱり人の喜びは我が喜びと、理念の共有ができた家づくりはできると。